はいどうもー、のびりゅうラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、39回目の建築学生必見シリーズをやっていこうかなと思っております。もうね、早速なんですけども、今回のテーマとしてはですね、建築学生はデッサンを勉強する必要ってあるのどうなのっていうのをですね、質問をいただいたことがありまして、それに関してですね、今回はこの動画でお伝えできればなと思っております。まずですね、デッサンを勉強する必要 必要があるかどうかという結論から言わせていただくとデッサンはですね勉強する必要あるかなと思っております、まあ、まあ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 って感じなんだけどもデッサンねまあ皆さんは大学入って建築学科でデッサンがですね必修の方と選択の方いると思いますそれでデッサンをね取る必要があるのかどうなのかっていうことに関しては必修なら皆さん必ず取ってくださいね必修でね取らなければいけないものを取らなかった場合って大学卒業できるかどうなのかって いう単位にも関わってきますしもしかしたら進級できるかどうかのね単位にも関わってくるのでそこはですね皆さんが行ってる大学ごとでですね違うと思うのでぜひそこはですね必修なのか選択なのかまあね取らなくてもいいのかっていうのはですねちゃんと把握しておいてくださいもしですね取らなくてもいい場合っていうのが皆さんもあると思うんですけどもそれだとですね僕もしかしたら取らないかもしれないなっていうのを正直思っておりますなぜかというとですねデッサンって意外にですよ独学で勉強できるんですう そううななのと思うかももしれないんですけども僕が行ってた大学っていうのももちろんデッサンっていう授業はあったんだけども丸を描いたりとかそのね四角を描いたりとかね立体のですよそれかグラスとかそのコップとかそして縄とかね描いたりするっていうのをですね鉛筆でスケッチブックとかに描いたりすると思うんですけどもそのような感じなんだよねで僕が行ってた大学の場合はまあこれ見てながら描いてくださいねっていう感じでございましてあとはねもうフリータイムっていうかフリー時間なんだよねそこでですね僕はもうめちゃ めちちゃゃく友達と喋りながらデッサンをしてたなっていうね気がしておりますだから別になんかねちゃんともしかしたらですね聞いたらですね先生たちも答えてくれるのかもしれないんですけども僕の場合は別にあの質問もしようともその時は思わなかったしデッサンでなんで勉強してるのって思ってたタイプなんですよだから今ね質問をくれた皆さんと同じタイプだったと思っていいと思いますその中でですよ、ね、皆さん建築学生って結構ね同じような勘違いをしてる方が多いんじゃないかなと思いますデッサンって絵が上手くないとだ ダメなんでしょうとかデッサンって絵を上手くするための練習なんでしょうって思うかもしれないんですけども意外にそうじゃないんですよねデッサンって言われるものは見る力をですね鍛えるための練習と思っていただければいいのかなと思っております見る力と思うでしょそうデッサンってね自分も実際ですで最初の頃って言ったら絵を上手く描かないといけないと思いながらですねやってたからそんなにデッサン僕も正直好きじゃなくて実際ですねその大学で学んでた時は1年生の時だったかなと思うんですけども それ以降ねデッサンでね関わってこないんでですよでもデッサンはですね勉強するかどうかじゃあね僕絵が下手だからやらなくていいやとかいうのではなくてあくまでも大学4年間で学んでくることっていうので34年生になってきたらもしね設計とか学ぶ場合はそこでですね自分の好きなように設計していくっていう、まあ、楽しい時間があるんですけどもそれがね楽しいかどうかっていうのは皆さん知第だと思うんですがそのですね中で、まあ、デッサンっていう授業別にないんですけどもその伝える手法としては一つありなのかなとか思ったりもしております。 もちろんねパソコンでね皆さんもね作ったりすると思うんですけどもその中で一つね手書きを入れるとかねやってみるっていうのもねありなのかなと思ったりもするし1年生の時とかにデッサンをちゃんと学んできたらそれだけでですねもう一つね建築学生の中でもデッサンできる子っていうか、まあ、デッサンが全てねできることっていうよりもそのね伝える方法が一つ増える方っていうのはですねもうこの時点で差が生まれてしまうので、まあ、デッサンね独学で学べるのでよかったらですね、まあ、YouTube とか僕は大学で学んでたよりも YouTube で学んだ方が いいいんじじゃゃないかなななななかかかかとと正直思っったたりりももししてておりますなので必ららら取く僕はは YouTube で学んだ方が正解な気はしております僕もですね、この YouTube を最初始めた時ぐらいにデッサーのことに関しての動画とか上げさせていただいてるので、まあ本当にもう1年前とかになるんですけども、そちらの方ね、もう過去のね、動画振り返っていただければ見れるんですが、おそらくですね、またデッサーについての動画とか上げれればなとか思ったりもするので、その時はですね、ぜひ新しい方を見ていただければ嬉しいなと思っております。まあデッサン デッサンって言われるものはですね、まあ、言葉以外で伝えるものって言われておりまして、まあ、有名画家の人たちもですね、まあ、デッサンっていうもの建築の,その設計にですね携わってたっていうのがですね、まあ、実際あるんだよねその完成予想図とかね皆さんも聞いたことあると思うんですけどもこの建物が最終的にこんな感じになりますよっていうのがあったりするんですがまあ昔の話ですけども今でもそうかもしれないんですが昔の方はそのね建築設計士とかいたと思うんですけどもその方も絵をね完成予想図っていうものを有名画家、まあ、画家 の人ですね今ではもう絵を描く人と思われるかもしれないんですけどもその有名画家に頼んで完成予想図とかも書いてもらってたっていうのがありましてそう芸術って言われるまあアートとかもそうなんですけどもと建築っていうのはもうめちゃくちゃ密接な関係だと思っていただければいいのかなと思っておりますまあ、ダヴィンチってねあの皆さんね聞いたことあると思うんですけども僕もですねネットで調べたら出てきたんですけどもこれが本当かどうかっていうのはですね皆さんも確かめていただければ嬉しいんですがダヴィンチもですね ですけども芸術はその基本的な原理つまりですね衣装デザインによって建築をいかに目に心地よくするかということをですね建築家に教えてたって言われてるんですよねそうだからですね画家の人が逆に建築家の人にですねまあ見る力っていうんですかその鍛えてるっていうのはやっぱ画家の方が上ですからその画家の人がこのようにした方がそのね見てる側は伝わるんじゃないかなっていうのを教えてたっていうねそういうようなね昔のね話もありますから他にもですね遠近本とか天文学っていうのもですね その芸術の教育から生まれてきたものって言われております一点透視図法とか二点透視図法とか三点透視図法とかねまあ、遠近法とか使ったりもすると思うんですけどもそのようなのもですね実は芸術から来てるっていうのもですね僕はね調べてて知ったのでもしかしたらね諸説ありかもしれないんですけどもそのような形で皆さんもですね芸術と建築って言われるものはあまり遠くがないんだよっていうのをね知っていただければいいのかなって思っておりますどこをちゃんと見るかによって全然違うんですよね今ね 僕が見ててるる画面って言われるもの iPhone で撮ってるんですけども iPhone っていうのを真正面から見たらですね確かに真正面の iPhone が映りますけども横から斜めから見たらですねその iPhone に当たってる光とかの加減っていうのも全て違うじゃないですかそのような形で人によってですね見る力っていうのはズレがあるのでそのズレをですね伝わりやすくするっていうものもですねデッサンの一つだと思うのでぜひですね皆さんもですねまあ自分が見てるものが全てじゃないよと思いながらですねデッサン勉強していただいてその見る力っていうものを鍛えていただければいいのか かなと思います。実際ねデッサンって紙と鉛筆があればできるものだと思うのでそののパッとと頭に思思いい浮かんんだ時っていううがあると思うんですよ建築学生で結構ねスケッチブックとかちっちゃいメモ帳とかをですね、まあ、手に持ってですね、まあ、授業を受けに行ったりとかすると思うんですけどもその時とかもですねああれいいなと思ったものインスピレーションを受けたものとかはですねメモっておく方がいいなと思っててそしてですねこの形かっこいいなとか思ったらもう簡単にですね自分のね線でですね、まあ、絵を描くっていうかデッサンするスケッチするっていうのをしておけばこれも またです、ねまあ自分のですねまあインスピレーションそしてですね課題にですね取り組む時にああの時書いたやつっていうのを思い出すのでぜひよかったらですねそちらをですね使っていただいて、まあ、デッサンでね鍛えられたものっていうのは活かせると思うのでぜひ皆さんも活かしていただければいいのかなと思っておりますまあこのような形でですねまあデッサンは建築学生必要かどうなのかって言われたら、まあ、必要かなって思いますけどまあ独学でも学べるのでそうあんまり必修じゃなければ選択で取るのもよしだし自分で独学で勉強するって っていうのもありなのかなと思いますけどね勉強がね好きじゃないとですねなかなか難しいと思うしあとそのねデッサンっていうものは絵が上手くないといけないとか絵が上手くなる練習でしょとか思う方がいるんですけども実はね見る力のためにやってるって思っていただけるといいのかなと思うとそうすればですねあ建築のための一つなんだと思っていただければデッサンもですねあんまりその苦手意識っていうのがなくなるんじゃないかなと思っておりますぜひ皆さんもですねこの動画の中でですねあこれいいなと思ったものはぜひですね皆さんの学生生活に活していただいて ですねまあ、これから勉強していただければいいのかなと思っておりますということでですね今回はこのような形でですね39回目建築学生必見シリーズ建築学生はデッサンが必要なのかどうなのかについてですねお話しさせていただきましたまあ実際僕もですねデッサンやってるかって言われたらそんなやってないんだよねやってなくてもですね後ろのようなですねデザインっていうものはできると思うのでまあ皆さんもですね自分のね力を信じてですね毎日毎日ね何かしらね取り組んでいただければいいのかなと思っておりますでは皆さんまた明日 最高の最高のアートの世界でお会いしたいと思います明日はどんなアートになるのか僕にもわからないそして皆さんにもわからないだから一緒に確かめていきましょうでは皆さんまた明日バイバイありがとうございましたもしね何かしら質問がある方はですねよかったらコメントに書いていただけると嬉しいですでは皆さんまた明日バイバイセンキューでした